WBC、WBO 世界スーパーバンタム級統一王者のスティーブン・フルトン、アメリカ、も圧巻の KO 勝ちで一周し、向かうところ敵なしの井上直也。バンタム級に続き、4団体統一を狙うモンスターの次なる対戦相手と目されるのが、現在 WBA と IBF のベルトを持つマーロンタ・パレスだ。かつてスーパーバンタム級の世界王座をかけて、 その話題のフィリピン人ボクサーと拳を交えた元世界王者の岩佐良介は井上のスーパーバンタム級での戦いをどのように見たのか。そして同階級に井上を脅かす存在はいるのか。スーパーバンタムの歯を争い続けてきた男が語ったのは。画像、で、でかい。背中も腹もバッキバキ。モンスターの怪物的肉体とフルトーン出血。 衝撃の KO シーンを写真で見る、100枚超。2019年12月7日、アメリカのニューヨークでマーロン・タパレスを11回 TKO で沈めて、IBF 世界スーパーバンタム級暫定王座に就いた岩佐は、あるビジョンを持っていた。2020年1月に、二団体統一王者となったムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、ニカチ。 2本のベルトを持って、井上直弥選手を待つ青写真を描いていたんです。まさに現在のタパレスの位置にいるつもりでしたが、僕がムロジョンに負けてしまったので。すっきり引退した今は悔しさが込み上げることもなければ、嫉妬を覚えることもないですけどね。同階級で2度世界王座についたプライドは持っているが、井上直弥の強さにはただ感服するしかない。研究した初戦。 WBC、WBO 統一王者であるフルトンの前に立つモンスターの体を見たとき、有ア明ア,アリーナの客席でまず驚かされた。実際、リングで見ると、フルトンよりもでかく見えました。元々の筋肉が大きいんだと思います。軽量時は一回、水を抜いて絞った状態なので小さくなりますが、リカバーした後は元の大きさになりますから。正直、 身長差はほとんど感じなかったですね。開始のゴングが鳴ると、井上がリングで放つオーラをすぐに感じ取った。ぐいぐいとプレッシャーをかけ、フルトンを飲み込んでいく。レベルの差は歴然だった。戦力値を示す五角形のレーダーチャート図で言えば、パンチ、スピード、フィジカル、フットワーク、ディフェンスすべてで上回っていた。脱帽しましたよ。井上選手の五角形は、 フルトンよりも人周り大きかった。前半からあのフルトンのうまさを凌駕してしまったから、改めて、井上の次なる標的となるタパレスに正気がほとんどないことを確認させられた。ただ、一度剣を交えた対抗王者をバッサリ切り捨てることはできない。人種も国籍も異なり、軽量時に交わした会話もわずか。フェイスオフでは、How are you? と微笑まれ、 人柄の良さは感じたが、それだけではない。岩佐は不屈の精神で這い上がり、地道なトレーニングを積み重ね、31歳となったフィリピーノの姿を頭に思い浮かべていた。俺に負けた後も、諦めずに一生懸命に頑張ったんだなと。お前はすごいよ、って、同じリングで戦ったタパレスは、ダブルコート身内、みたいな感覚なんです。 ボクサーとして敬意を払いたい。井上選手のことは好きですが、俺はたとえ非国民と言われても、タパレスを応援します。純粋に頑張ってほしいです。有明アリーナでは遠慮して話しかけることはなかったものの、4団体統一王座をかけた井上戦で再び来日することがあれば、直接激励に行くつもりだ。スーパーバンタム級のボクサーたちを見渡しても、 もはやスーパーバンタム級に井上のターゲットとなり得るライバルを探すのは難しいという。世界ランキング上位に名を連ねる名前を見ても首をひねるばかりである。ルイスネリ、メキシコ、では相手にならないし、ムロジョンの手堅くポイントを稼ぐボクシングではフルトン戦を見てわかるように勝つ可能性はかなり低い。強いて見てみたいカードで言えば、ジョン・リル・カシメロ、フィリピン、かな。 井上選手に勝つのは厳しいと思いますが、面白そう。この三人の中では最も意外性があります。ピンポイントで倒す、当て感、があり、毎試合、弾ける瞬間があるんですよ。強打のイメージは強いですが、距離と間合いの取り方が良くて、ディフェンスもうまい。井上戦でもあのきらめきを見せられるのかどうか、興味があります。 カシメロがぶっ倒されるところを見たいと思っている日本のファンも多いのではバンタム級時代にコロナ禍の影響で3団体統一戦が一度流れ、その後も井上に対して挑発を繰り返すなど因縁のあるカシメロ。規定違反で王座を剥奪された過去もあるが、ストーリー性はある。しかし、客観的に判断すれば、今の井上はスーパーバンタム級の枠で収まるレベルではないという。 有明のセミファイナルで WBO 世界フェザー級王者のロベーシ・ラミレス、キューバと清水サトシさんの世界タイトルマッチを見た直後に、井上選手のあのパフォーマンスを目の当たりにして、これはもう一つ上のフェザー級でも余裕でいけるなと思いました。ラミレスは上手くて強かったですけど、井上選手は企画が違う。果たして、どこまで階級を上げていけるのか。岩佐は考えを巡らせると、 次はスーパーフェザー級か、という言葉を自ら発すると、呆れながらフット笑みを漏らした。こういう想像はもうしたくないです。毎回、ことごとくそれ以上に超えてくるんだから。なんか、負けたみたいで、笑。俺の想像できることはないですよ。今回、スーパーバンタム級は、自分の階級、でもあったので、さすがに階級の壁。 おそろそろ感じるんじゃないのかなと思っていたのですが、あの結果です。フルトン戦を境に考えが及ばないほど突き抜けていく男への見方が変わった。かつての同業者ではあるが、日本ボクシング界のアイコンとして遠い目で眺めている。岩佐は願望を込めて、世界6階級制覇を果たしたマニーパッキャをフィリピンのように伝説になってもらいたいという。 全世界のスーパースターになり、100億円くらい稼いでほしい。ライト級で五輪に連覇した元世界3階級制覇王者のワシル・ロマチェンコ、ウクライナに挑むとか。一番見たいのは、現 WBA 世界ライト級レギュラー王者であるイタのジャーボンテイ・デイビス、アメリカとの試合かな。166センチメートルの身長でライト級でもバンバン倒していますから、 井上は165センチメートル。現実的に考えれば、ありえないことだとは思っています。でも、井上選手の場合、これまでも想像を超えてきているから。この先、何が起きてもおかしくないですよね。果てしない夢を追う30歳の井上は、どのような青写真を描いているのか。岩佐はそれ以上想像することはなく、夏の光が差し込むカフェの席を立つと、 セレスジムの後輩たちを応援するためにすぐ近くの後楽園ホールに向かった。すでに起業家として第二の人生をスタートさせており、いずれは将来に不安を抱えるボクサーたちの活動を支援し、セカンドキャリアまでサポートしていきたいという。33歳でグローブを吊るした男もまた新たな夢を追っている。より小さい、タパレス、編も合わせてお読みください、岩佐良介、岩佐。 凌介千九百1989年12月26日、千葉県生まれ。中学2年からボクシングを始める。奈良市の高校3年時に高校三冠を達成。2008年8月セレスジムからプロデビュー。2017年9月、IBF スーパーバンタム級王者、小国幸則に挑戦し王座を奪取する。2019年12月にタパレスに勝利し、 IBF の暫定王者に。2021年4月に王座統一を目指し、WBA 王者アフマダリエフと対戦も統一失敗。今年6月に引退を発表。ニックネームはイーグル・アイ。